山本周五郎作、名案嫁問答。養子。貧乏の国、福山藩、安倍、伊予の神、十万石の国家老に、高滝神太夫という老人がいた。食録は千石。年は、その時五十歳で、六年ほど前に、 妻に先立たれて以来、屋敷には女の召使いを一人も置かず、男ばかりの殺風景な暮らしをしている。不幸なことに実施がなく、江戸詰めで感情奉行を務めている弟の高滝源左衛門に直次郎という次男がある。それを養子分にして引き取り、 近々うち、後目を譲る運びになっていた。はじめ、養子の話が出たとき、現在門から、直次郎は思わしくないから、三男の松の城にしてもらいたいと言ってきた。言い方が、どうも奥歯に物の挟まったような具合なので、人を介して様子を探ると、 直次郎は男ぶりもよし、武芸も学問も優れている上に、誰にも好かれる人柄で、家中の人気を一人で背負っている。直次郎のいるところでは、決して荒い言葉の出た試しがないし、いつも和気あいあいと笑い声が絶えない。目から鼻へ抜けるような利口な性質だが、 お先走りをせず、何かあるとすぐ縁の下の力持ちを引き受ける。そういうわけで、思わしくないどころか、またとない容姿だということが分かった。神田優は早速、こっちは直次郎に決めてある。すぐに直次郎をこっちへよこせ。直次郎の他には、松も杉もいらん。 直次郎、直次郎と、直次郎を二十ペも書いた手紙を送った。現在門からは折り返し返事があった。こうなったら正直に言うが、実は直次郎は惜しくて手放す気になれない。親にとってどの子が可愛いということはないが、あれだけは格別である。 直次郎がいるために、いつもうちの中が明るく、不快なことがあっても、あれの顔を見ると気が晴れてくる。こう打ち明けて頼むから、どうか三男の松之丞にしてもらいたい。兄上は門栽がお好きだから、松之丞は名前だけでも似合いだと思う。こういうことが書いてあった。 神太夫は大変腹を立てた。老人は感触持ちで、強情我慢で定評があった。自分では曲がったことが嫌いだから、つい腹を立てるというが、自分の方が時々曲がるのには気がつかない。兄上は盆栽がお好きだからという文字を見て、老人ぐいっと曲がってしまった。 大曲がりに曲がってしまったのである。盆栽が好きだから松がいいだろうとは余計なおせっかいである。そんなら釣りが好きならどうする語が好きなら語石でももらうかつまらないことを言うもんじゃない。自分の方がよっぽどつまらないことを言う。お前は感情奉行だから 子をくれるにも感情高いのだろうが、人にやるなら自分が惜しいほどの子を進めるのが当然ではないか。これ以上つべこべ言うと兄弟の縁を切るからそう思うがいい。だが、直次郎だけはすぐによこせ。あらましこんな意味の手紙をやった。 こういう行くたてがあったのち、直次郎を福山へ引き取ったのであった。神田優は直次郎が五歳ほどの時、一度会ったことがある。色の白い目のクリクリとした顔立ちで、頓鏡なことを言って笑わされた記憶があった。以来、 ほとんど二十年ぶりの再会であるが、幼顔のそのまま残った明るい眉つきで、こちらを見るといきなりニコッと微笑された時は、神田悠我知らず、儲けた、と思ったくらいである。これは儲け物をした。現在もんがくれたがらなかったのも無理はない。 これは大した広いものだ。そう思って非常に気をよくしたのであった。神田祐は若い頃に江戸屋敷で用人を務め、酒も飲むし、有利などへも盛んに出入りして、人盛り、家中での通人と言われた過去を持っている。それで、 若い者の気持ちはよくわかるつもりで、福山でも時折青年たちを連れて遊ぶことがあった。年代が違う上に老人の遊びは江戸仕込みだから、福山の青年たちには迷惑なことが多く、二度か三度付き合うと大抵御免をこむった。 神田祐は理由を知らないから、少しは遊びも知らなければ、人間一人前にはなれない、などといいけなことを言っていた。妻に死なれてからはぴったりやめたが、直次郎が来てしばらくすると、久しぶりに彼を連れて出かけた。老職ともなるには、硬いばかりではいけない。 世間の表裏、人の心の拒実、高難関急、よく周囲に所する方を知る必要がある。それには、時折遊ぶがいい。溺れたり、乱れたりしてはいけないが、節度を守って遊べば、教えられることが多いものだ。こう言って、足高藩にある料亭へ連れて行き、 自分の養子として紹介した。どうだ、こういう世界も悪くはあるまい。座ができて女たちも揃って、ご自慢のおぎえ節などを披露すると、老人はそう言って機嫌よく老いの顔を見た。直次郎は例のくりくりとした目を何やら眩しげに細めながら、 はあ、なかなか結構なものでございますな、などと、神妙なことを言っていた。こうして、約一年ばかり経った。そして、神田祐のため息をつく番が回ってきたのである。持たぬ子に苦労はせぬ、とため息をつく番が。金の行方。 おじうえ、少々、銀酢をいただかしてください。はじめは正面からそう言い出した。わずかな額だったので、黙って出してやったが、三度、五度と重なるので、そろそろ、眉がしかみ始めた。何に使うのだ、と聞くと、にこっと笑う。肉毛というものの少しもない、 明るくさえざえとした顔で、こっちの目を真正面に見ながらニコッと笑う。この笑い顔を見せられると、せっかく叱んできた眉が思わず溶けそうになるので、そこで慌てて無理に難しい顔をする。花村の方は接近になっておるし、そう金の入りようはないはずではないか。 無論、男が世間へ出れば、目に見えない出費があるものだ。やらぬとは言わないが、用途を申してみ。人間は、疲れたり飽きたりすると、あくびの出るものでございます。直次郎はニコニコしながら、妙なことを言い出した。 ご用部屋で事務を取っているときなど、どうにもあくびが出そうでやりきれなくなりますと、江戸屋敷では立って行って廊下であくびをすることになっております。福山ではいかがでございますかどうだか知らんが、廊下へあくびをしに行くので金が入り用だとでも言うのか そうではございません。直次郎は落ち着きすましていった。事務をとっていて、あくびは無作法ですから、廊下へ出てやります。その時、どうして立つのだと聞かれましても、かようかような次第であくびをしに参るとは申しかねます。また、上司などいたす場合でございましても、 よしよし、わかった。つまり、一口に言うと、金の用とは言えないと申すのだろう。いや、申し上げられないのではございません。ただ、申し上げにくいのです。おじうえのお耳に入れるほど重要なことでもなし。かえってそんなつまらぬことをいちいち聞かせるなど、お叱りを受けそうでございますから。 うん、老人は単純だから、こういう風うにうまく持ちかけられると、つい折れてしまう。では、葬儀に申して持って行くがいい。しかし、あんまり悪病死に立ってもらわぬ方がいいな。今後は控えます、というが、またしばらくするとねだりかける。何しろ、 その呼吸が素晴らしくいいのだ。まるで剣術の気合といった感じで、こっちの隙を巧みに捉えては、ズバッと切り込んでくる。例えば、機嫌よく天気の話などしていると、突然、いい日和で思い出しましたが、おじうえ、また一つ、銀酢をいただかしてください、と始める。 江戸で火事があって、三万人も焼け出されたそうだ。そんな話をするとすぐ、三万人とは気の毒ですね。ああ、忘れていましたが、少々またいただきたいのです。何しろ、三万人も消死者が出るというのは大変でございますな。春先はよく対価のあるものですが、ちょっと待て。 三万人は消死者ではない。焼け出されたのだ。焼け出された。しかし、そうだからと言って、お前になぜ金がいるんだいや、消死者には関係はないのです。消死者ではない。焼け出された。お前には、焼け死ぬのと焼け出されの、ええ、めんどくさい、舌を噛んでしまう。 一体、いくら欲しいんだ大体いいこんな風になって、けりがつくのである。儲けたどころか、これは大変なものをもらったぞと、神田優はある時ため息をついた。断じてやらなければいいのだが、頭が良くて基地があって、微塵も汚れのない愛嬌のある顔つきで、 にこっと笑いながらねだられると、つい気がくじけて言いなりになってしまう。またしてやられた、と、後でホぞを噛み、今度は決してごまかされぬぞ、と腹を決めるが、彼の呼吸はいつもその裏を書いて、全く防ぎようのない手で来るからかなわなかった。もちろん、 そうして金を持ち出すのと言っても、たかの知れたものだし、戦国の家計からすれば、騒ぐほどの問題ではない。神田祐が心配するのは、その金が彼の身を誤りはしないかということだった。かつて、若い頃、通人などと言われただけに、遊びの徳も知っているが、 害も忘れてはいない。自分が初めに連れ出したのだし、もう二十五歳にもなるので、今更遊ぶなとも言えず、もしや筋の良くない女じでも惑わされたのではないかと思うと、神田優は心の落ち着く暇もなく、これでは早く嫁でも取るより他に手はない。 と考え始めた。もうそろそろ後目のお届けもしなければならぬし、老人は用心深く切り出した。うっかりすると金の方へ持って行かれるので、何か言うときの老人の用心深さは格別である。お前の年も年だから、今日は 金の話はいかんぞ。いや、話は金のことではない。年も年だから、嫁をもらおうと思うが、依存はないか。金はいかんぞ。それはちょっとお待ちください。それとはどれだ金の方か、嫁の方か。両方だと申し上げたいのですが、 なおしろはにこりと笑う。ただいまは、嫁の方にしておきます。どうか、それだけはしばらくお預けください。なぜ待つんだそうする必要があるかいや、ともかくも、そのお話は待っていただきます。いずれ、おじうえにもおわかり。あへん、ばかに熱うございますな。ちょっと、 水を浴びてきます。盆栽。ごめんと言って逃げてゆく後ろ姿を見送りながら、果たして何かある、と神田優はうなった。金の使い道と縁談を断る原因は一つだ。これは一つ、 花村の方を探ってみなければならん。そう思ったが、折屋く主君、伊予守の参勤出布が迫ったので、その方の事務に追われて、その糸間もなく、つい半月余り経ってしまった。こうして、事務も一肩つき、ほっとして下場した日の暮れ方、庭へ降りて、 愛岩の盆栽の手入れをしていると、直次郎がやってきた。神田優は前にも言ったように盆栽が好きで、各種の梅、松、杉など未生のものや、竹とか卵化のものとか、心拍、その他柿、桜、梨、桃などの生のものなどまで、自ら丹精して、 かなり巧みに仕立てる。蜂も自慢で、随分珍しい品も集めているが、家中の評判はあまりかんばしくない。待つなら待つ、乱なら蘭という筋の通った趣味ならいいが、仕立てるものが手当たりばったりだし、柿だの、梨だの、ザクロだのと、章のものまでやるのは品がない。 あれは、本当に盆栽の趣味を介してはいない。そういうのが一般の定評になっていた。もちろん相手が過労だし、中間でもしようものなら、すぐ間尺を起こして、チキンショウだの草木育種だの赤色風という種本を持ち出してきて、剣画の弁を見舞われる。 それで敬遠してみんな見事だお見事と褒めるばかりだから老人すっかり天狗になっているというわけだった。おじうえ、もうお下りでございますかご出府のちょうど万端お取り済みとのことでご執着を申し上げます。直次郎は 心から祝うようにそう言いながらそばへ寄ってきた。これはこれは、見事にお手入れができましたな。これは老媒でございますかどれがと老人はびっくりする。このずんぐりしたすんずまりの木です。それは八重勾媒だ。それから、 ずんぐりとか、すんずまりなどという褒め言葉はない。それではまるで、背の低い人間の悪行を言うようではないか。こちらは不要ですね。不要は草だ。よく見て口を聞くがいい。それは木ではないか。けやきというのだ。ご冗談を。直次郎はニヤッと笑う。 私が無学だと言っても、ケやきぐらいはわかります。こんなちっぽけな、育ち損なったようなケやきがあるものですか。おだましになってはいけません。何のためにお前をだますんだ。それでは、どこへでも行ってごらんなさいまし。ケやきといえば、よく屋敷周りに植えてありますが、大抵、 太さは一抱えもあり、二条も三条も高く活発に伸びて、それは自然に生やしておくからだ。バカバカしい、盆栽というものは、二条にも三条にも伸びる木を、わざと小さく育てて鉢に植え、しかも自然に伸びた二条三条のものと同じ高さ、同じ年代の古さ、 同じ木ぶりに見えるように仕立てるのが技術だ。こっちの松、この杉、梅も桜も、皆三十年からの年代が経っている。これがつまり、盆栽なんだ。ははあ、さようでございますか。すると、なんでございますな。つまるところ、みんな、片わものにするわけですな。あっちへ行っておれ。 かんだゆはそっぽを向いた。胸がむしゃくしゃしてくる。いやあ、驚いた。向こうにあるのは酒木ですね。実にいい木ですね。こう、なんて言いましょうか。古風で渋くって。うん、うん。老人はそこを離れた。渋い上に地味で、地味な中にこう、ちょいとしたところがあった。 かきというものがこんなに育つとは知りませんでした。いい加減にしろ。地味な中にちょいとしたところとはなんだ何がちょいとするんだ第一、盆栽にかきなどを作りはせん。では、これは何でございますかヒノキですかこいつ、この、 神田祐はメガネをむしりとった。それからすぐにまたかけた。榊でないといえば、ヒノキかなどと。葉を見ろ、葉を。それは、薪だ、小屋きだ。一般に薪などという木は、盆栽には作りにくいものだ。それをわしが苦心して、それまでに仕立てたんだ。 よく覚えておけ。こっちのは何ですかケロリとしたものだ。え、知らん。はて、何だろうこうっと、ああ、わかりました。これは、ご自慢の心拍です。今度当たったでしょう。いかがです貴様、当て物をしに来たのかそれが心拍なら、 一体どうしたというんだしてみれば、と彼はニコニコ笑う。つまり、私にも材木の、いや、植木の一つや二つは、まんざらわからないこともない、というわけですね。それで思い出しましたが、セ沼マさんが大変悔しがっておりましたよ。セ沼マが何を悔しがっていたんだ 残念だが、高滝殿には叶わない。自分も、心拍では随分苦心したが、到底高滝殿のような、見事な花は咲かされぬと。人を馬鹿にするな。神田湯は赤くなって怒鳴った。誰がどう苦心したって、心拍に花が咲くか。それはそれは不思議な。 貴様の方がよっぽど不思議だ。これ、こっちへ向いてみろ。神田祐はまたメガネを取り、おいの顔を穴の開くほど睨みつけた。貴様、また何かねだるつもりだな。おふ<笛>え。おじうえ、助けてやってください。 と直おじは間髪を入れず切り込んだ。気の毒な身の上のものなんです。生まれるとすぐ父に死なれ、育ち盛りに母親も失いまして、老後のちりにまみれたあるにかいなき月日を送り、今また救いようのない泥沼の底へ沈もうとしております。 私の力で及ぶことなら、お願いはいたしませんが、抜き差しならぬ事情で。ならん、ならん、ならんぞ。神田湯は、激しくかぶりを振った。どうもさっきから、妙にごまをすると思ったら、果たしてこれだ。ならん。もう、お前には騙されん。理由のいかんにかかわらず、 ビタ一文出さぬからそう思え。いや、銀数をいただこうとは申しません。金ではないのです。金は一文もいりませんが、屋敷へ引き取っていただきたいのです。神田湯はおいの顔を横目で見た。これまでたびたびこの手で丸められている。 金はいらない、などとうまいことを言って、うっかり安心するとしてやられるぞ。そう思ってそっと様子を見ていた。屋敷へ引き取れと言って、その相手は何者なんだ。その詮索は後にしましょう。ただいまはおじ上のお許しが出るか出ないかが問題です。 もしここでそのものを突き放してしまえば、そのものは世の中のどん底へ堕落して、あたら一生を地獄のせめくに合わなければなりません。助けてやってください、おじうえ。人間一人を生かすも殺すもおじうえの法寸にあるのです。どうかお願い申します。 どうも貴様の口ぶりは気になる。そんな風に言うと、もし嫌だと言えば、その人間をわしが地獄へ突き落とすような具合に聞こえるではないか。さすれば何がさすればだ例えば引き取るとしたところが、一体どこへ置くところがある今でさえ手狭で、 作り足さなければならぬではないか。何おじうえの茶室で結構でしょう。茶室じゃあわしはどこで茶をするんだすき屋の方がずっと風流だと思いますがね。あの茶室はこりすぎていて、かえって俗すぎますよ。さっきもうすっかり片付けて。 お道具はすきやへ運んでおきました。お手数をわずらわしたくないと思いまして。そういうやつだ。はじめから丸め込むものと決めかかっておる。ご承知くださいましょうか。そこまで計略をかけられてはしようがないじゃないか。しかし、引き取る前に、 一度連れてまいれ。わしがあって人物を見てから。もう来ております。神田湯は、んうと言った。オフエの、こちらへ。直しろが振り返ってそう呼ぶと、中庭の生き垣の陰から、一人の女がつつましやかにそこへ現れた。 磨き上げたような小麦色の肌。切れ長の澄み通った僧帽。つやつやと余りような髪を武家風に言った二十歳ばかりの美しい女である。神田祐は目を向いた。それからまるでびっくり箱の蓋でも開けたように上体を後ろへそらし、片手を前へ突き出しながらひょうを というような気温を発した。オフエドのご挨拶をなさい。と直次郎は構わず女へ行った。こちらが私のおじうえです。ご身分は福山十万石の切り盛りをする国家老だが、お若い頃は江戸屋敷でご用人をお務めになり、 随分ご苦労もなすった代わりに、有利へもしげしげ出入りをなすって、おぎえ一中などは苦労と話、といういい喉を持っていらっしゃる。一頃は、家中切っての通人という定評があったくらい、いも甘いも噛み分けて、人情の表裏をよくご存じだ。 神田うは肝を抜かれた。これまでそらっとぼけていたが何もかも知っている。通人などという名まで持ち出されようとは思わなかったので、老人すっかり上がってしまった。えへんえへんと空席をしながら慌てて打ちけそうとしたが、直次郎はすかさず、今度オフエ殿のことを お願い申したら、非常なご同情で、それは誠にお気の毒なものだ。すぐ連れて参れ。世話をして使わそう。という仰せでした。あなたからもよくお礼を申し上げてください。この度は、ありがとう存じました。と、おふえと呼ばれる女は、 しとやかに辞儀をしながら、美しい響きのある声で、静かに挨拶した。ふつつか者でございますが、お慈悲に甘え、お世話様になります。どうぞ、よろしゅう。う、う、それはその。神うまごついて、脇を向いたが、我慢できなくなったと見えて、 直次郎、こっちへ参れ。と言い、そのままさっさと月山の方へ去った。直次郎は女へニコッと笑ってみせ。向こうに茶室が見えるだろう。あそこへ行って待っておいで。なあに、心配することはない。すぐ来るよ。そう言っておじの後を追っていった。 一年間。老いが来ると、いきなり、神田祐は、過労に似合わない、下品な言葉を口にした。老人の名誉のために言いたくないが、それは、この野郎とか、ならずものとかいった風なものだった。それから、一杯食わせたの、わしを引っ掛けたの、ペテンだの、という、四君子の、 貧縮すべき言も並べ立てた。これを要するに、老人は怒っていたのである。あれは女ではないかこの不届き者め。さようでございます。確かに女でございます。私は女でないとは決して申しません。女でないとは言わぬが、 どことなく女でないような口ぶりだったぞ。そのものはとか、一人の人間をとか、人物だとか。それは無論女をそのものと申すこともある。女も人間には違いない。だが世間一般に女ならあの女とか、 一人の娘とか申すだろう。例えば困っている女があるとか、ええー、面倒。再現がなくなってくる。大体いい貴様はまだ再退もせぬ身の上で素性もわからぬあんな女を。いえ、素性も身の上もわかっております。そう言いながら、直次郎は逃げる身構えをした。 あれは、新町の花村の内芸儀で、小笛というものです。な、何神田祐は身震いをした。芸者、芸儀だと。芸儀は芸儀ですが、直次郎はそろそろ脇の方へ身をずらし始める。元は武士の生まれで、性質もよろしく、肝を凛として、 こいつ、待て神田祐はいきなりつかみかかった。まことに、年にも身分にも似合わない振る舞いである。だが、老人は年や身分などにこだわっているわけにはいかなかった。もう、見栄も外分もない。と捕まえて、こ骨でも食わさなければ、全く、 腹が収まらないのである。直次郎はひらりと体をかわし、月山の裏側へどんどん逃げ出した。老人は追っかけた。体力では日頃随分自信を持っていたが、年齢の差というものはどうしようもない。老人の方は顔を赤くして、せいせいあえぎながらかけているのに、 直次郎は走りながらしきりに弁明していた。お願いです、おじ上決して、高滝の名に関わるようなものではございません。この半年余り、私がよく見てきているのです。そう怒らずに、どうか引き取ってやってください。もう少し加減をして走りましょうか。老人は、 何も言わず、しゃにむにかけた。月山の周りを三遍ばかり追い回したが、息が苦しくなり、目がくらんできた。そして、やがて芝生の上へぺたりと座ってしまった。ああ、危ない。直次郎は駆け戻ってきて、老人の肩を押さえた。どうなさいましたどこかおけがでもございますか う、うるさい、夜な。冷やでも持って参りましょうか。何が冷やだ。それより、直次郎。神田祐は肩で息をしながら言った。貴様、今日までずいぶんわしの肝をいらしてきた。そして今度は、十万石の過労たる者に、芸儀を引き取れという。芸儀を。 それほど貴様には、この俺がめん坊に見えるのか直次郎、一体今度はどんなことを持ち出す気だ実は、そのことでございます。何を老人はヒヤッとしたらしい。そう、そのこととは何だまだ何かあるのかご存知のように、私は今度、 殿のお供で江戸へ参ります。一年間在布するわけでございますが、その間、お笛をお預け申します。身近にお使いくださいまして、性質をよくご覧の上。ちょっと待て、直次郎。もう一言です。お笛の性質をよくご覧の上、もし、漁員に叶いましたなら、 私の妻に目取っていただきとうございます。とうとう言いおった。う,う。かんだゆはもう一度メガネをむしりとった。そしてそれをまたかけ、拳を握って前方へ突き出した。何の仕草かとんとわからない。要するに自分の胸中はこんな風だ、とでも言うのらしい。 老人の額からぽたぽたと汗が流れ出した。八の決め。な、なんという面の皮の厚いやつだ。神田祐はため息をつきながら幾度も一人ごとを言った。だが、断じていけないとは言わなかった。それには、 わけがあるのだが、それは自然とわかってくるだろう。直次郎は数日して、主君、伊予守の友に加わって、江戸へ立っていった。出立するとき、彼は一言、お預け申しました、と言った。神太夫はうなずいて、確かに預かった。しかし、 預かった以上、万一許しがたき不始末でもあったら、断りなしに成敗するから承知しておれ、と大いに意を示した。神田祐のつもりでは、どうせ若い直次郎のことだから、女に言いくるめられて、当座の熱を上げているのだろう。しばらく離れていれば、目が覚めるに違いない。 そのくらいのことに考えていた。女にしても彼が高滝家の後取りだというところに目をつけたので、あわよくば戦国の奥に治るか、そこまで行かずとも金になると見込んでのことに相違ない。とすれば一年の間監視していて適当な時に処置をすればよい。 そう思ったのであった。おふえは茶室に一人でお寄付しするようになった。侍も戦国になると奥と表が決まっているから、大勢の歌詞たちにもおふえのいることはわからない。茶室は四条流の風雅な戦跡を前にし、松林と竹やぶとに取り囲まれた 感静な場所で、路地口からつくばい石のあたりまで、石でたたんである。神田祐はよくそのあたりまで行くことがあった。いつも一人で茶を楽しんだ癖が抜けないのである。つくばい石まで行くと、茶室の塞がっていることを思い出し、不機嫌に顔をしかめて戻るのだ 半月ほど経ったある日、神田祐が盆栽いじりをしていると、いつの間にかお笛がやってきて、お手伝いをいたしましょう、と言った。見ると、ちゃんと裾をからげ、たすきをかけ、水手おけを下げている。どうするかと思って黙っていると、盆栽の鉢を一つ一つ洗い始めた。 そんなことをしたことがあるのか。いいえ、初めてでございます。つつましやかにかぶりを振って微笑する。まったく芸者などしていた女とは思えないあどけなさだった。そしてその微笑のしぶりがそっくり直次郎と同じ感じだった。直次郎の笑い癖を そのまま映したようである。神太夫はちょっと心を誘われた。そんな感化を受けるほど好きだったのか、と思って。しかし、すぐに眉をしかめ、不機嫌に口を引き結んだ。したくもないことを、機嫌取りのつもりでするならたくさんだぞ。 わしは、おべんちゃらは大嫌いだ。あの、ここに、心拍の終わっております蜂は、白磁とか申すお品でございますか。神田祐の高調子には構わず、お笛は静かにそう言って、振りあおいだ。やはり、直次郎と同じ微笑を浮かべた、かわいい目である。神田祐は、無理に、 不機嫌な顔を作った。白字とか、政治とか、そう人からげに言われてはかなわん。それは白字のうちでも、上州の城といって、当来の珍品だ。上州の城、ありがとう存じました。こっちのを見。神田優は、 お笛を脇の方へ連れて行った。これは、こびぜんもので、両親の作だ、と言われる品だ。向こうのは八これは反動という。上州と比べてみて、違いがわかるだろう。手に取ってみるがよい。拝見つかまつります。お笛は、カえでのうわっている反動を、 両手で押さえ、美しい指で静かに撫で回した。逆しらを申してお恥ずかしゅうございますが、やはり上州の方が同じ白でも住んでいるように存じます。それを白の非色というのだ。きめの細かな手触りにしっとり厚みのあるところも、 やはり、上州の方が優れているように存じます。白魚を述べたような指で、赤ず蜂の肌を撫でている様は、どうやら、ただの軽薄でなく、心から楽しんでいる様子である。神田湯、すっかり嬉しくなってしまった。では、こちらを見ろ。これは、 薩摩の政治だ。色のさえないのは塗り南京を映したものだろう。下中にも草木いじりをするものはあるが、大抵赤大化花壇上で、このように多く鉢を使っているのは和紙くらいのものだ。それから向こうに見せるものがある。ついてまいれ。こんなわけで、 老人は半時あまり、お笛を相手にすっかり熱を上げてしまった。どうも俺は人が良すぎる。その夜、神田祐はいまいましげに舌打ちをした。あいつ、いかにも焼き物が好きなような顔をするものだから、つい引っかかって乗せられてしまった。こんなことでは、 少年をつかむどころか、あべこべにこっちが鼻毛を読まれるくらいのものだ。もっと用心してかからぬと、とんだ目に合わされるぞ。戦いは攻めるにしかず、という。老人はこっちから敵の本拠へ乗り込む計略に出た。そして、ある風の涼しい日の夕方。 前触れなしに、神田祐は茶室を訪れ、茶を所望した。薄茶。良い新茶が入りましたので、お恥ずかしゅうございますが、お運びを願いに出ましょうと存じておりました。そう言って、いかにも嬉しげに、お笛は煎茶の支度をした。 何もお菓子がございませんので、申し訳ございません。お口汚しでございます。香り高い新茶に添えて、鉢に香のものを持ったのを出した。神田湯は部屋の中をじろじろ眺め回していた。塵も求めぬ雪届いた掃除である。床の間には古風な 錆付きの鉄鉢に、そなれの一枝が生けてあった。なかなか心にくい好みである。神田牛はふんと鼻を鳴らし、やおら茶碗を手に取ったが、その時、初めて蜂の甲のものに目をとめた。老人はしめたという顔をした。これは甲のものだな。はい。 商人や農家は知らぬが、武家では茶受けにこうのものなどということはないぞ。他人に見られたら高滝の恥になる。それほどのことがわからんでどうするか。心づかぬことをいたしました。以後は気をつけまする。どうぞごめんくださいますよ。 せっかくだから今日は引かぬでもよい。そう言いながら、老人はむっとした様子で、その甲のものを一切れ口に入れた。武家にはいろいろ厳しい作法がある。それは一つ間違うと腹を切らなければならぬほど厳しいものだ。例えば、この甲のものは、 その方がつけたものかはい。誠に部長法でございます。うんうん。老人はまた一切れ取った。びっくりするほどうまいのである。神田祐は元来がこうのもの嫌いで、妻の存命中も、かつて一度、これはうまいと思って食べたことがない。 ところが、今食べるその香のものは、葉当たりといい、味といい、恐ろしく美味しいのだ。しかも、いかにもよく茶と調和しているので、老人、密かに舌を巻いてしまった。ところで、つまり、そういうわけで、いや、実は、直次郎が、今度出布するにあたって、 その方を妻にしてほしいと言い置いて参った。お笛はさっと赤くなり、両手を膝に置いて深くうなだれてしまった。しかし今申した通り、武家には厳しい儀式作法がある。近来は、昇家から嫁を迎える例もないではないが、それさえ極めて稀なことだ。 まして、その方のように一度芸妓勤めなどした体では、正式の婚姻などは不可能だと言っても良いだろう。しかし、それとも神かけてできないというわけではない。ないけれども、直次郎は高滝家の後目を継ぐ体だ。万一にも決闘の濁るようなことがあったら、 祖先に対して申し訳のしようがない。血統が濁るとおっしゃいますと。家業柄、その方の体が潔白であろうとは思えぬからな。潔白でございます。お笛は静かに顔を上げた。十六で座敷へ出ましてから三年。抜き差しならぬ場合も、 たびたびございましたけれど、私、それだけは命にかけて守り通してまいりました。あの世界でその方の年になって、さようなことが許されるはずはない。そのために、この一年ほどは、直次郎様に随分無理なご心配をおかけしました。もし、 あの方がそうしてくださいませんでしたら、おっしゃる通り、今日のお笛ではいられなかったろうと存じます。ははあ、と、神田湯は膝を打った。直次郎の金の用途が初めて分かったのである。だが、老人はなお冷ややかに。その方は口でそう言うが、 こればかりは証拠がないからな、と突き放すようなことを言った。お笛はきっとして老人を見た。そして静かな、けれどもどこか鋭さのある調子でこう言いたした。失礼でございますが、あなた様は、密かに殿様を毒殺して、十万石のお家を 応領しようというご野心をお持ちでございましょう。な、な、な。神田祐は目を向いた。何を言う冗談にしても聞き捨てならぬ。何がゆえに、この神田祐に逆心ありと申すのだ。では、逆心のないという証拠を見せていただけましょうか。 女のミサオとて同じことでございます。この通り潔白といってお目にかける証拠はございません。けれど、癒しい務めをしたからというだけで、そのお疑いはあんまり悲しゅうございます。もういい、もういい。神田湯すっかり脅かされてしまった。 その方は顔に似合わぬ理屈を申すな。いずれにしても真には現れずにはいないものだ。その時まではその言葉を信じていよう。邪魔をした。どれほどの少年があるかと探りを入れたら、思いがけぬ面を一本取られた。しかし、 即座に切って返した吉は褒めてやってもいいと思った。女のみさを男の親切、この二つの尊厳さに、交通はない。お笛ははみにそれを捉えて、神田優に二の句を継がせなかったのである。造作であった。そう言って立った神田優はいつの間にか、 蜂の甲のものをすっかり平らげているのに気づき、照れくさそうに下へ降りたが、ふと振り返ったと思うと、その、あれだ、と眩しそうな目をしていった。この次も、茶受けには甲のものを頼む。えへん、えへん、と、からぜきをしながら、そそくさと、 おむやの方へ去っていった。誘いの手。こんな具合で、梅雨も明け、夏も半ばを過ぎた。午後に一雨あって、両風とともに暮れた日の酔いのこと。珍しくも茶室から三元の音と一中節の渋い歌声が聞こえてきた。 なんと、くつろいだ神田祐が、お笛を相手に、いい機嫌で、戦尺、提唱を楽しんでいる。強いられて二三杯舐めたお笛も、まぶたをほんのりと染め、瞳を潤ませて、大層、まめかしい姿をしていた。まあ、一杯、愛をせい。もう、いただけませぬ。お笛は、 シャミセを置き、片手で頬を支えた。こんなに顔が熱くなっておりますもの、おくをさせていただきます。いい色になったな。わしも久方ぶりで心よくなった。もう歌はやめにして、何か話を聞くとしよう。こちらへ参れ。はい、と答えて、お笛は素直に膝を寄せた。 花村にいた頃は、小えと申したか。はい、本名をそのままでございました。わしにはまるで記憶がないが、わしの座敷へは出たことがなかった。いいえ、たびたび、と言って、おふえは微笑した。それはうかつだったな。武家風に固く装っても、 このように美しいのだから、その頃はさぞあでやかなことだったろう。どれ、こちらへ向いてよく見せてくれ。はい、と言って、恥じらいながら、しかし悪びれた様子もなく、うっとりとした笑顔をこちらへ向けた。神田優は、すと手を伸ばし、もっとこちらへ参れ、と言いながら、 おふえの柔らかい手首を握って引き寄せた。拒むかと思ったが、おふえはされるままに、いや、むしろ嬉しそうに笑いながら、ずっとこちらへもたれかかってきた。その時、神田優はその握った手を突然突き放し、ガラッと態度を変えて、鋭く言った。おふえ。 このざまはなんだ人目のない部屋で男と酒を組み、たとえ直次郎のおじにもせよ。男のわしに手を取られて拒まぬのみかさも嬉しげに身を寄せてくる。それが今まで身を潔白に自してきた女の態度か。ああ、とお笛は色を変えた。 二杯三杯の酒に少年が乱れ、前後を忘れて表した本書を見届けたぞ。おえは崩れるようにそこへ両手をつき、長いこと肩で息をしながら黙っていた。それからやがて低い声で、恐れ入りました、と消えるように、 はじめからおはかり遊ばしたものなれば、今さら何を申し上げてもお取り上げはなさりますまい。けれど、本性を見たという言葉について一言だけ申し上げたいと存じます。言い訳など聞くまでもないぞ。ただ、お聞きしてくださいまし。 おふえは顔を伏せたままこう言った。直次郎様からお聞き及びかとも存じますが、私、二歳の時、父に死なれ、母にも七歳で死なれました。父は、越前期に仕えておりましたそうで、浪人してからは、旧友を頼って、ご当地へ参り、慣れぬん仕事などで、 かつかつ暮らしておりました。両親に死別しましてからは、愛長屋の松蔵という人に引き取られ、十一の年まで育ててもらったのでございます。その人には妻もなく、左官の手間取りなどをして、随分貧しい暮らしでございましたが、心はごく親切で、 ことに優しく世話をしてくれました。けれども、松蔵殿に長吉という息子が一人いまして、生まれつきでございましょう。仕事というものを点でせず、父親の稼ぐ金をせびっては、悪い仲間とうちを外に遊び歩くという風うでございました。私が、 14歳の秋のことです。松蔵殿が不審場で怪我をして帰り、そのまま病床に着くようになりますと、長吉はにわかに兄ぶった様子になり、養い親が医薬の代に困っているのだ。これまでの恩を返すつもりで言うことを聞けと申し、私を 花村へ売ったのでございました。お笛はそこで言葉を切り、ややしばらく息を整えていたが、やがて静かな声でこう続けた。けれど、私の申し上げたいのは、そんなことではございません。自分は武士の娘だ。父の名を怪我してはならぬ。そう思いまして、 どんなに必死な場合にも固く誓いを守って参りました。そういう日々、私は胸の中でいつも亡き父母に呼びかけ、その面影をただ一つの頼りに辛い時を切り抜けてきたのでございます。悲しかったのは母の顔こそ幼い記憶で かすかに思い浮かびますけれど、二つの時、亡くなった父の顔は、どうしても思い出すことができませんでした。せめて、顔を見覚えるまで生きていてくだすったら、そう思っては、泣き泣きしたものでございます。父の顔。 こちらへ引き取っていただきました日、お庭で初めてあなた様にお目にかかりましたとき、どういうわけでございましょう。ふいにあなた様が自分の父のように思われ、悲しいほどお懐かしくて胸がいっぱいになりました。そういう気持ちでご迷惑とは存じながら、 盆栽のお手入れのお邪魔をいたしました。いつぞやお茶を入れましたときも、歌詞がなかったのではございません。あなた様を父と思うひそかな甘えから、下手ながら丹精して、こうのものを作りました。召し上がって一言褒めていただきたかったのでございます。 いつかは父上とお呼び申したい。覚えてから一度も口にしたことのない父上という名を呼んで叱られもし甘えても見たい。常々そう思っていたからでございましょうか。今のおたわ群れをおはかり遊ばすとは思いもよらず、との父に手を取られたような嬉しさ。 まことの父から愛されるような嬉しさについ前後を忘れまして。そこまで言うとお笛はたまりかねたのだろう。両手で表を覆いながら泣き伏してしまった。神田ダはいつか座り直していた。だらしのない話だがさっきから酔いも覚め、 鼻が気なくさいような具合になってきたと思うと、涙がこぼれそうで身体に急した。幸い、お笛が泣き伏しているので、素早く指の先で涙を弾き飛ばし、大変無理な威厳を作りながらこう言った。泣くことはない。ただいまのは酔った紛れの冗談だ。 ははは。<laughs> それを本当にして泣く奴があるかわしを見ろ。この通り笑っておる。もう泣くな。勘弁しろ。とうとう謝ってしまった。何しろ、そういうわけだから、とにかく、そこで、その、また一つ、こうのものを出してもらおうかな。 魚の口を直して、もう一三、地層になろう。すっかり、酔いが覚めてしまった。何かちょっかいを出すたびに、負けてしまう。今度も、まんまと敗北したが、神田祐は機嫌がよかった。そして、直次郎め、さすがに、目が高いぞ。などと思いながら、気持ちよく、 飲み直して母屋へ帰った。神田祐が去った後、お笛はしばらくぼんやりと火を見ていた。胸に秘めていた恥ずかしい身の上を初めて詳しく聞いてもらった。撫でられるような心よい疲れに、ただ傍然と我を忘れていたのである。しかし、 ふけてゆく夜のしじまをぬって、虫の根のさえわたるのを聞きつけると、ようやくひとご口がついたように体を起こし、そのあたりを片付けにかかった。全部屋敷物を片付け終わると、そこに神田湯のタバコ入れがあるのを見つけた。忘れていらしたのだ。そう思って拾い上げようとした時である。 庭口で、コトンと、と戸の音がし、誰かスッと入ってくるものがあった。どなた様でございますおふえはそう言いながら振り返った。一人の男が、暗灯の光の中へ、ぬっと姿を現した。目倉島の長番店に、細い平向け。 手ぬぐいで放課無理をしている。どうしたって、この屋敷にいる人間ではない。お笛は、濡れ縁の障子の方へ目をやりながら、いざといえば、そこが逃げ口と見当をつけた。おふえ久しぶりだったな。男は、はしょっていた裾をおろし、放火無理を取った。俺だよ。 まさか忘れやしめえな。あ、お前はチ吉さん。兄さんとは言わねえのかい。へっへ、おら、ずいぶん探したぜ。そう言いながら、男は、ずっかと、そこへあぐらをかいて座った。何しろ、おめえには、元手がかかってる。七つの年から、孤児になって、合志もしかねねえところを、 親父が拾い上げ、俺も妹のように可愛がって育てた。ようやく竹も伸び、愛嬌もついて、これからはちっとは恩返しもしてもらおうという時に、いきなり後ろ足で砂を蹴るようなドロンだ。だがな、おフえ、天童様は見通しだ。百日余り、足をすりこぎにしたおかげで、 ようやくここと突き止めてきた。おふえ、こういうからには、おめえだって、もうジタバタしやしめえ。早いとこ出かける支度をしてくんな。ほらこのごろ、めっきり気が短くなっちまった。お断り申します。私は、おじさまにはご恩になりました。おじさまには、どんなことをしても、 お返し申さなければならないと思いますけれど、おじさまの亡くなった今、あなたには何一つ言われる義理はございません。どうか帰ってくださいまし。侍屋敷に飼われて大層気が強くなったな。こっちも長居はしたくねえのだ。さあ早く支度をするがいい。ふけると外は物騒だぜ。 たとえ殺されても、おふえはここを、ではいたしません。早く、お帰りなさいまし。さもないと、声を立てて、人を呼びます。やってみな。長吉は、にやりと嘲笑した。人の来るのが早いか、俺がおめえを担ぎ出す方が早いか、試してみよう。おふえ、じたばたするなよ。 そう男が言って立ち上がるとたん、お笛は身を翻して障子を引き開けた。するとそこに神田優が立っていた。お笛も驚いたが、長吉の驚きは一層である。彼は、あっと言って飛び上がろうとした。しかし、さすがにその道のものだ。もう逃げてもいけないと思ったのだろう。目を光らせて、 似たりと、ふてぶてしく笑うと、そこへ、どっかと、大あぐらを描いた。夜更けに何を騒ぎおるか、見苦しいぞ。神田祐はそう言いながら入ってきた。そこにいる男、その方は何者だ足でございますかへっへ、<laughs> 足は、このお笛の亭主でございます。 どうかよろしくお見知りおき願います。おふえの亭主神田湯は静かに畳の上からタバコ入れを拾った。確かに、おふえの亭主に相違ないか。玉の肌。亭主と申しましても、 へっへえ、こういう境外の人間でございます。何も人別帳に書くほどはっきりしたものではございません。言ってみれば、色とでも申しましょう。へえ、もう三年この方、目音同様の中でございます。嘘でございます。お笛は顔を引きつらせて叫んだ。これは先ほど申し上げました。 長吉という男で、私が十子の年から絞れるだけ絞ってまだ足らず、あげくの果てには長崎とやらへうろうとまでいたしました。その危ういところを直次郎様に救っていただいたのでございます。その通りでございます。と男はやっぱり笑いながら、 あっしどもの世界では、女房がしょのために苦労するのは当たり前。ちっとも不思議はないばかりか、それこそ二人が夫婦だという証拠でございます。それに旦那、こうしてあっしがこのじょへ忍んでくるのは、今夜が初めてじゃございません。こいつの手引きで三日に一度は、 必ず会いに来ていたのでございます。お前は神様仏様が怖くないのか、長吉さん。お笛は震える声で叫んだ。そんな根も葉もないことを言って、どれだけお笛を苦しめるおつもりだ。お前はそれでも人間の心を持っておいでなのか。しらじらしいことを言うな。 それじゃあなんだな。俺とこちらの旦那と、金の天秤にかけて、そろそろ牛を馬に乗り換える気になったのだな。黙れ黙れ。神太夫は静かに制した。そのような問答はいくら聞いても役には立たぬ。おふえ、こちらを見。わしはその方を信じておる。 だが、この場合、わしが信ずるだけでは、ことがすまぬぞ。その方は、やがて、直次郎の妻になるべき身だ。相手がたとえ、ごろつきにもせよ。不義があったと申す以上、はきとした申し訳が立たねばならぬ。落ち着いてよく思案した上、証があれば、立ててみせよ。 お笛はじっとカンダユを見上げた。カンダユの目も熱いものを含んでお笛を見下ろしている。二人の心はその時ぴったりと触れ合った。カンダユの目はお笛に勇気をつけ、しっかりしろと励ますように見えた。お笛はそれをすがりつくように見上げていたが、 やがて、申し上げます。と、静かに口を切った。どのようなことがあっても、こればかりは、公害に住まいと思っていたのですが、女が一生に一度の大事。他に、証の立てようがございませんので、お恥ずかしゅうございますけれど、申し上げます。 私、直次郎様とは、末の約束まで取り交わしました。それから半年余りになりますけれど、ただの一度も、寝屋を共にしたことがございません。未来を言い交わした直次郎様とさえ、潔白でございますのは、私の体に、殿方と肌を触れることのできない、 病気があるからでございます。おふえがそこまで言うと、長吉はせせら笑って、何か口を出そうとした。おふえはそれを遮るようにこう言った。それは、重視の冬からでございますが、左のちぶさの下に腫れ物ができました。はじめは小さかったのですが、 半年余りするうちに大きくなり、今ではちょうど赤子の頭ほどございます。随分お医者にも領事をしてもらいましたが、少しも印がなく、この春先でございましたか、ご範囲の大橋淳宗様に見ていただきましたところ、晴れ物は体操とか申しまして、 二十二歳までは治らないというお見立てでございました。公薬を塗り綿で押さえ、さらし木綿を一畳も巻きますので、人様には匂いませぬが、自分ではこうしていましてもムカつくほどくっそうございます。体にこういう握手のある私、 誰に限らず肌を触れるわけがございません。へっへっへ。何かともやそんなことか。長吉は冷やかすように言った。それじゃあなんだな。俺が毎晩のように海臭いのを我慢して公約針りやさらし巻きをしてやったことは忘れたとでも言うんだな。してもらわないことを 覚えてるはずがありますか夫婦なんてものはそんな白情のものじゃあねえ。俺が冬の寒い晩に公約を練り、綿を伸ばして上から当てがい。嘘です。そんなことは一度もありません。そう怒鳴ってもいけねえ。現に本人の亭主がこうして言ってるんだ。 いくらどなったって人様が承知するものか。ねえ、旦那。そうでございましょう。よろしゅうございます。それほど確かに手当てをしてくれたというなら、見せましょう。あなた、ごめん遊ばせ。おふえは、神田湯にえしゃくして、静かに襟をくつろげ、両手を袖から懐へ入れたと見るや、 思い切ったり、するすると、片びらの肌を脱いだ。小麦色の引き締まった肌は、まるで磨き上げたように艶を帯び、あらわな肩から胸は、ほこらかに硬く、しかも弾力を持って盛り上がる層の縮さまで、一点の傷もない眩しいほどの美しさだった。お笛は、 静かに神田湯を見た。この男は腫れ物の手当てをしたと申します。どうぞご覧くださいまし。女が生涯の夫に捧げる大事な体。蚊にも刺させず大切にしてまいりました。腫れ物はおろか、針でついたほどの傷もございません。 これで、不義をせぬという証が、立ちはいたしませんでしょうか。確かに見届けた。長期しとやら。神田祐はずっと刀へ手をかけた。己、逃がさんぞ。悪人だけに、見切りは早かった。老人の手が刀へかかった途端、暗道を蹴飛ばして、パッと横っ飛びに、 空いている障子から庭へいたちのように消えていた。顔は見覚えたぞ。老人は暗闇の彼方へそう呼びかけた。命が惜しかったら、そのまま城下を立ちのけ。福山にうろうろしておると、絡め取って打ち首にするぞ。すっかり元気を取り戻したと見え、神田湯の声は素晴らしく高く、 夜の空気にリンリンと響き渡った。顔も明るく目も生き生きとしてきた。お笛が倒れた暗闘の始末をして食台に火をつけた。老人は座り直し、むしろ感謝するような調子でしみじみと言った。あっぱれだ。どうするかと実はハラハラしておったが、 見事な起点でよく切り抜けてくれた。あそこまで引き込んでいった手際は立派な判断と申してもよかろう。正直に言うと、わしまで事実と思ったからな。女の身であられもない大切な肌をあらわにいたしたりしまして、何とも申し訳がございませんでした。お慈悲でございます。 どうぞ、お忘れくださいますように。それを、許すか許さぬは、直次郎の考え一つ。わしの関わるべきことではないようだ。しかし、心配するには及ばぬぞ。女のミサに傷がつくかどうかの瀬戸際。あのような場合には、たとえ、ひすべき肌をあらわとしても、後腐れのないよう、 綺麗に始末をつけるのが第一だ。これで、そなたの潔白は揺るぎがない。今度こそ、わしも安心することができたぞ。そうおっしゃっていただいて、生き返りました。わたくし。苦労してきたかいがあったと、嬉しゅう存じます。待て待て。やがて、もっと嬉しい時が来るだろう。 神田湯はそう言って立った。わしを父と呼ぶ日がな。お笛は飛びつくような目で神田湯を見上げた。老人は片手で妙な仕草をし、突然照れたように顔をしかめながら、おもやの方へ去っていった。お笛をめとること、承知いたしそろ、と、 神田優は江戸のお家手紙を書いた。そのもと帰還までには親元なども決めておくべく、修玄は来年初夏の頃と予定いたしておりそろ。お笛こと、そのもとなどは若気の分別にて引き取りしならめど、国家老を継ぐべきそのもとの妻として、またなき素性、 し失たること、拙者こそ、とくと見抜き申し騒動。ちょっと、自分の鑑識の重みを聞かしたわけである。なお一つ、密かに証使わそろそのもとは、己一人、粋な女房を持つなりとうぬぼれておるやもしれねど、それこそ、 世に言う馬鹿の一人よがりに騒楼。何を拡散、拙者の亡き妻、すなわち、その元のおば、おのぶこそ。拙者、若くして、江戸詰めの折目取り騒楼者にて、親元は、中村、太郎左衛門なれども、誠は、柳橋にて、京明、高かりし、 おもんと申す名義にござ候なんと一言もあるまいがな、にて候どうだと言わんばかりに老人は片手でつるりと額をなでた。何しろ福山と江戸柳橋では段が違う。老人体操鼻が高いところである。されど、 念のためお断り置き騒動。おじ、おいと、二代続いての粋な妻。子は、これ断じて、世に誇るものには、これなくそろ。その元の子には、構えて構えて、いかなる理由によるとも、固く金ずべく騒動。書いている脇の窓から、一匹のキリギリスが飛び込んできて、 安どんに泊まったが、その時、澄んだ根を張って泣き出した。